流域図、グロンマ川は、ノルウェー最長で、最大流域面積を持つ川である。流域面積は、ノルウェー全土の13%を占める。グロンマ川とも呼ばれる。ソウルトロンデラーグ県ローロス近郊のアウレスン湖に、源を発し、南へ流れる。その西側にある広大なグドブランスダール谷から、流れるローゲン川が、 妙作へ注ぎ、そこから流れるボルマ川が、ネスでグロンマ川に合わさり、川の流れが増す。フェトスンで、オイエレン湖へ入ると、湖の中に大岸まで届くヨーロッパ最大の内陸デルタを形成する。川が湖に堆積させた大量の沈石土の一部は、建築で基礎に使うレカを製造するために抽出される。湖からは、さらに南へ流れ、 フレドリクスタッシュでオスロフィヨルドへ注ぐ。流域には豊富な森林地帯があり、歴史的にノルウェーの木材運搬河川となってきた。原料と水力の組み合わせで容易な運搬が数世紀にわたってグロンマ川沿いの産業を牽引してきた。一部の国内最大の産業と加工業は川口付近で設立され、木材の提供と水力が有料な。 港湾能力によって支援された。グロンマ谷農地の上限は多様だが、オステルダールでの標高500メートル付近が平均的な地点であり、より寒い気候を反映し、グドブランスダールよりわずかに標高が低い。樹木限界線はオステルダールの標高900メートル地点付近でカバ族の森林である。ローロスより上の森林は谷底にあるものに制限される。 グロマという名前が用いられるのはアーケシュフース県とエストフォル県である。ヘイドマルク県とソウルトロンデラーグ県ではグローマとなる。この名前は非常に古くからのもので意味は知られていない。ノルウェーの河川の上流にある谷は独特の名前がある。それらは建築様式や伝統的な衣装によって初期文化区別の痕跡があるのと同じである。 グロンマ上流の谷はオステルダールである。ありがとうございます。